オレグ・デリパスカ、オレグ・ウラージ・ミロビッチ・デリパスカは、ロシアの起業家。新興財閥ロシアアルミニウム社長。1968年1月2日、ゴーリキー州ジェルジンスクに生まれのユダヤ系ロシア人。1993年モスクワ大学物理学部を卒業する。アルミニウム関連の仲介会社を設立し、1994年自分の会社である。 アルミンプロダクト社を通じて、サヤンスクアルミニウムの株式を買収し、同社の社長に就任する。その後、原料から最終加工まで、アルミニウム関連企業を参加に収め、垂直的統合形態の企業を形成していった。1997年シベリアアルミニウムを設立した。シブネフチと共同出資し、ロシアアルミニウムを設立し社長に就任した。 ルサルはロシアのアルミニウム生産の約70%、世界生産の約8分の1を占めるとされる。デリパスカはロマン・アブラモビッチとの協力関係を形成し、2001年ロンドンに設立されたミルハウス・キャピタルにルサル株50%の信託管理を委ねた。また、同年12月、グループの統括のため、資産管理会社ベーシックエレメント社を設立。 ルサルのほか、大手保険会社インゴストラフなどを参加に置く。2004年10月には、アブラモビッチが所有していた、ルサル株を買収し100%掌握することに成功した。また、ルサルはアルミニウム生産に巨大な電力消費を必要とすることから、アナトリー・チワイスの統一エネルギーシステムとの関係も強く、ユーズの事業にも参画している。デリパスカは、 2008年6月の北海道、東野湖サミットに出席、他の世界企業の経営者と共に財界としての地球温暖化問題への解決策について議論し、福田康夫首相に提案書を提出した。2008年の世界長者番付では、資産280億ドルで10位となっている。プーチン政権下、有力な新興財閥として成長してきている。ところが、 2008年10月の世界的な金融危機で160億ドルの損失を出し、参加企業の一時創業停止や資産切り売りに追い込まれた。2008年11月、デリパスカへの政治献金を持ちかけたとして、イギリスでは影の財務大臣、ジョージオズボーニへの批判的報道が続いている。2009年、ルサルはロシア政府から4500億ドルの融資を受ける代わりに、 政府の人間を役員に入れることとなり、ルサルは政府のコントロール下に置かれるようになった。2009年6月4日、ウラジーミル・プーチン首相が世界的な金融危機による経済危機により操業停止に追い込まれ、解雇された労働者が主要な高速道路を封鎖するなどの労働葬儀が発生していた、ロシア北部にある工業都市ピカリョボにあるデリパスカが所有する。 ベーゼルセメントを含む3つの工場を訪れ、企業の社会的責任は、どこへ行った、野心や、欲深さのために人々を犠牲にしたなどとデリパスカラを、厳しく叱責した。また、デリパスカはその場で、創業再開の合意文書に署名させられ、滞納賃金も全額支払うよう命じられた。ワールドエコノミックフォーラム、クライメートチェンジ、CEO クライメートポリシー列記面でシャンズ 2G、 ハチリーダーズ、ハットエキスパートマガジンゼロエースとインタビュー、ハット NHK、揺れる大国、プーチンのロシア2009年3月1日放送、プーチン首相、ペン放り出して、財閥社長を震え上がらせる AFP ブニズ、2009年6月8日記事。ありがとうございます。